はい、こんにちは、アップルです。アルファパックを引き出たいと思います。161個。もう今日喋りすぎてもう口が回らんや。よし、長い戦いが始まるぞ。ごめん。ごめん。このレベルまで来るとさ、何を持ってて何を持ってないかもよくわからんのよね。だいたい被るし。お、これは持ってない。UMP のブラックアイス。みんなブラックアイス好きだよね。俺微妙。お、ジャンヌダルク。頭鉄おばさん。頭鋼おばさんか。お、キュンキュンさん、いいの当たりますように、1200円、スーパーチャットありがとうございます。アルファパック引くだけで、スーパーチャもらえるのか。ありがてえ。大体食べ、お。なにこれ、初めて見た。お、かっこいい、ドクロじゃん。GIGN と、ライオンさんの、ちょっとは。こんなかっこいいやつあったんだ。俺ちょっとこの感じ好き。この中に臭いやつ。くれ、何かと思った。大体みたいだな。エボリューション。お。コンデュイット。MSR って書いてある。へえ、こんなのあったんだ。初レジェンダリーは SMG11 か。持ってるんかい。もはや何が持ってて何が持ってないか分かんないんだよね。自分が持ってない迷彩特に分かんなくね。圧倒的アンコモ率。あ、カップケーキだ。持ってるけど。お、2個目のレジェンダリー。響き出す。インか。インの LMG か。すっげえ微妙だな。何この、絶対アンコムにありそうやん、こんな。今回のレジェンダリーは外れが多いな。持ってるんだよな。俺このスキン好きだけど。サッチャーのダサい感じ、俺あれ好きだけどさ。お、あ、持ってたわ。なんやこれ。なんやこれ。コルク抜きって。戦場でこれいつ使うの？3つ目。持ってる。なんならチャーム系もっと出てほしいな。ブラジル M249 最近使ってねえな。何これかわいい。何この P90 かわいくない。なんかクリスマス仕様みたい。かわいい。紫。レーダー。うん。嫌いじゃない。なんか、質感革だね、これ。革貼ってあるじゃん。おしゃれ。すごい使いづらそうだけど。材質革でちょっとおしゃれじゃない、これ。嫌いじゃない。けど MP7 っていうのはなんかダサいな。なんかもうちょっと、なんかもうちょっと違う武器にこの感じだったらかっこよさそう。カメハメハ。突然のストーリー。エンペラー。ああ、昔これ好きだったな。昔このブラックイート好きだったな。お、4つ目の。
やつ。トラブルメーカー、なんか可愛いないこれ。ちょっと招き猫といい勝負をする可愛さなんだけど、まあどうしよっかな。しかも赤だしな、これ招き猫ワンチャン超えてくるんじゃね。アップルカスタム、これ来るんじゃね。なんだっけ、あの赤いやつ、赤い真っ赤のスキンとこのトラブルメーカーを合わせるアップルカスタム来るか。多分来ないと思う。レジェンダリーあんまり出ないな今回。出た。アヒル、このアホ面好きなんだよな。でもアヒルはデビルのやつ好きだな。出たよ。コルク抜きとかボトルオープナーとかさ。あ、俺これ持ってなかったっけ。もうレッドクローのやつとかもう違い何っていうレベルだよね、マジで。多分ヘルメットの柄が違うとかなんだけどさ、違いを見つける方が難しいよ。頭汚いスレッジか。ただただ頭汚いスレッジ。ああ、これ、あ、俺持ってなかったんだ。このカナダの木の木っぽい感じのやつ結構好きだった。使ってなかった、てか持ってなかったか。なんだレジドゥスモークか。スモークあんまり使わねえんだよ。待ってる。え、これチビちゃんシリーズあんまり持ってないんだな。言うことチビちゃんシリーズ持ってない。5-7 のブラックアイスか。完全銃口詰まってるけど大丈夫これ。弾出る本当に。ブラックアイス。また前か。なんだ。ほう。あ、これか。あ、俺これ持って、あ、これ、ん？俺持ってなかったっけこれ。めっちゃ持ってた気がするんだけど。なんか新しいやつかな。バルキリーのやつだ。なんか、コガネムシみたいな色してる。完全にこの緑のあたりも完全にコガネムシだと思うんだけど。カバ。ポリスイル。なんだ。お前か。ブラジル、ブラジルって言ったらね。さあそろそろレジェンダリーが見たいぞ。マウイマシル。お、ああ、カピタオのあのドクロいっぱい書いてあるやつ。いっぱいでもないか。けどこれなんだろう、カラー、ここのこの先端のカラーリングちょっとダサいんだよな。もうちょっとダーク系の色にしてくれればかっこよかったと思うんだけど。もしか色反転がいいな。こっちがこのカラーリングで、こっちがこっちのカラーリングみたいな。惜しいよね。噂をすればできた。トラファルガー、トラファルガー、うん、嫌い。なんだ。
ブンデスベーバーベア、AUG か、アウグなんか、あ、歯車かこれ、なんか塗料剥げたのかと思ったわ。これ完全になんか錆びて金色の部分塗料剥げちゃいましたみたいな感じの見た目だよな。これ歯車か。嫌い。待って待って今さ、コメント欄がちょっとチラッと視界に入ってさ、見えたコメントがちょっとさちょっとインパクトでかすぎて、これ読まずにいられんのやければこれ読んでいい。俺の方が怖い。当たり前だよ、僕は未来を壊すものだもんって、ちょっとそのコメントのインパクトでかすぎてちょっと読まずにいられないんだけどちょっとそれはさすがにちょっとかっこいいわうん、君頑張って、ちょっと今後もそのなんだろう、インパクトのでかい言葉ちょっと頑張ってほしい。その芸人魂続けてほしいわ。あ、キュウリだ。ごめんね、アンチに反応したら負けなのが分かるけど、ちょっとさすがに読まずにやらなかった。いいセンスだと思う。レジェンダリーが今回打率悪いぞ。頑張れレジェンダリー。あ、持ってた。あれ、俺割とチビシリーズ持ってるな。全然チビ系持ってないと思ってたんだけど。お。すげえ格ゲーにいそうな顔してるよな。なんか筋肉マンとかにこんなやついなかった、顔がこんな鉄鉄仮面みたいなやつ。だいたいなんか格ゲーに鉄仮面いる説。こんなのあったんだ。あ、これモンターニか、ルークかと思った。モンターニか。なんか壁が持ってなかったもよ。なんだ。またお前か。お前だったか。ほう。イエーガーとバンディットのショットガン。この GSG9 はなんかこの革素材が好きなんだね。うん、結構嫌いじゃないけど。なんか違うんだよな、でも。まあいいや。お、レジェンダリー来たー。5個目？今回少ないな、レジェンダリー。6個目か。わかんないけど。お前か。なんだ。シーフォーク。海上系になった。水中メガネしてる。ブラックビアード使わねえんだけどさ。誰だ。またかい。あらー、顔通した。マネキンみたいな顔してるよ。お、ブラックアイス、あー、持ってた。被るな。キープ、カルム、アンド、フラッシュ、バン。カルマなんて読むの、誰かあんま訳しといて。お、名声が10万超えました。なんかあるんだろ。顔面の塗料乾燥でカピカピなってんじゃね。タチャンカーだ。タチャンカーだ。
今回初じゃね、初登場。160個投げな。そろそろ紫とかレジェンダリーとか欲しいよ。あ、これ好き。あ、持ってた。出ねえな。テンプラー。テンプラー見て。お、これ。あ、こう。よくもないか。終わったー。今回は結構外れが多かったなぁ、でも。今回結構なんか外したなぁ。まあでもとりあえず、招き猫に代わる、ちょっと、トラブルメーカーさん。どこ行った？これか。レジェンダリーだよ。トラブルメーカーさん。ブン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 。ちょっと、たまに使っていこう。以上。161枚開封終了。